ジオルド様、こんなに面白い子に会ったのは初めてだ。カタリナ様、私との婚約お受けしていただけますか。退屈で仕方がなかった日々が変わる予感がした。胸が温かくなるような不思議な感覚だった。はじめまして、メアリ様。私はカタリナ様の友人としてふさわしい人になりたいと思った。ジオルドは涼しい顔で何もかも俺から取っていく。これは本当にジオルドなのか。誰かと大好きな本の話をするのは初めてで、まるで夢のようだった。カタリナ・クライス、誰にも分かってもらえなかった思いを初めて分かってくれた人。